1962年の阪神タイガースでは、1962年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、シーズン途中で就任をした1961年を、含めて藤本定義監督の2年目のシーズンである。1947年以来優勝から遠ざかるチーム立て直しのため、藤本監督は自らの教え子である。 青田昇を打撃兼ヘッドコーチに昇平。また、投手陣でも、前年不振だった、小山正明が開幕から勝ち星を重ねれば、2枚看板の村山実も勝ち星を重ねて好調だった。打撃陣では、三宅修士、吉田義雄の1.2番コンビが健在で、4番には、マイクソロムコ、さらに買い打線には、ルーキーの藤英二や、バックトスの名人。 鎌田実が控えたが、全体ではやや低調だった。チームは、開幕から対応と、首位争いを展開し、9月6日の三宅の、負傷脱落で一度は対応に、流れが傾いたものの直接対決で勝ち越すなどして、最終的に4ゲーム差をつけて優勝し、藤本監督の胴上げが、ようやく実現した。小山と村山の、両エースは、チーム75勝中52勝を挙げた。 日本シリーズは巨人時代の教え子である水原茂監督率いる東映との指定対決となり第3戦まで2勝1分と好調だったが舞台が明治神宮野球場と後楽園球場に移ると打線が東映投手陣の前に沈黙。2連勝の後悪夢の4連敗を喫し、藤本監督の日本一は夢と消えた。ありがとうございます。